さて前回は火星艇の高級について見たんだったわね。こいつ最低すぎない？火星艇ってば非常、無常、とか言われてた意味がやっとわかったわ。実に明朝らしく陰惨な高級模様だったが、なんせ火星艇は在位年数がそこそこ長いからのう。それじゃあ今回はいよいよ、火星艇規制の後期、火曜英史ロイヤルミッションの世界を見ていくわね。結構歴史上でも実在する人物が出てくるのよ。おーおー、捜査官のヒロイン、遠近かとか？いえ、あの話のヒロインは実在しません。あや。儒教道徳の厳しい年代にキャリアウーマン捜査官なんかおらんわ。まあそうですね。でも、前々回出てきましたがヒロインの祖父は、有能な大臣で火星帝からも寵愛を得ていた加減がモデルです。おお、加減じゃん。その他、ラスボスの元帥、元帥藩親子はもちろん実在します。そして、ヒロインの相手役の陸役も実在します。陸パパは名前ちょっと違ってますが、これも実在の人物です。マジか。霧もみ回転するツンデレイケメン金英は実在するんだ。霧もみ回転って、やっぱりワイヤーアクションで屋根まで楽々飛ぶのか、そのドラマは。もちろん、ヒロインはピストル携帯、和光軍団には忍者がいて手裏剣で襲ってきますよ。もはやこの時代のドラマには欠かせない要素なのか？それ。陸兵の家は代々金英を務めていて、母は火星帝思考層の乳母だった。そのため陸兵は幼い頃から母親と共に宮廷に出入りしていた。少年になると、毎日思考層のそばで使えるようになった。陸兵は健康で背が高く、勇敢な若者だった。世相火星帝の即位の後、彼も家族と共に北京に移り、10代の頃には金英に入った。これがヒロインの相手役のモデル？じゃなくて、陸兵は陸パパの方ね。陸パパって？相手役のおじさんもパパも渋くてかっこいいんですよ。最初の方悪役かな？ヒロインと息子の結婚に反対するんかな？と思ってたんですけど、ちょっと違ってた。史実では皇帝と父兄弟だったんだ。だからいつも皇帝の近くにいたんだね。そうね。数々の軍功により、火星17年には金英式士になっている。ある時陸兵は火星帝と共に南巡したが、その際に暗宮が火事になった。随行の官員たちは混乱の中で皇帝の居場所を知らなかったが、唯一陸兵だけが扉を突き破って火星帝を背負って逃げた。さらに人員急変の時には、知らせを聞いた陸兵は急いで救援に向かい、救助たちを捕らえて砲に服させた。ち、そこは助けなくていいのに。皇帝その人に対しては、とことん忠実なボディーガードだったわけだ。意識を取り戻した火星帝は、陸兵の活躍を聞いて非常に喜び、一層彼を寵愛した。以降、陸兵は着実に出世の階段を上り、朝廷の政治闘争にまで関わりうる立場になった。一方で、上層が去った後に調整の体験を握ったのは、加減だった。これがヒロインのおじいさんか。ところでこの人って、元は楊貞和の元で働いていたようなのよ。あ、そうか、聖徳帝が亡くなった後の無駄な管理の清算を実行したのは、この人なんだっけ。そうそう。大礼儀について、加減は慎重な態度だった。大礼儀バトルが激しかった頃、加減は母の喪に服するため故郷に帰っていたので、あまり関わっていないっていうのもあるみたい。長宗との仲も良くないのよ。そうなんだ。同じ党派なのかと思ってた。火星帝は大礼儀の成功により修法上の正当性を確立したが、さらに道教を利用して自己神格化しようとした。もともと病弱だったからとかお父さんも道教趣味だったから。っていうのが前回の解説ではあったけど、そういう面もあったんだね。非常さの際立つ火星帝への分析としては、こっちの方が納得できるのう。火星帝は祭祀の礼法にもこだわった。彼は、個人が長期にわたって主張してきた実月合祀は道教の礼法に反しており、天への敬意を表現するためには、天と地の二つの祭壇をそれぞれ建て、天地を分けて祀るべきだと考えていた。火
彼の元に群がる奉仕や同志たちとしては、祭祀が複雑で大規模であるほど自分の懐にもお金が入るから、願ったり叶ったりだった。はぁ、当初は節約型だったはずの建設予算が途中でみるみる膨らんでしまうとか、いつの時代も変わらん話だな。しかし火星帝の提案は長宗の反対にあってしまう。長宗は、祖宗の方は違えてはならない、と考えていた。大明王朝が光武帝の代から、天地実月合祀の規則を始めていたのであれば、どれだけ理にかなった改正案でも用いるべきでない、と言ったのよ。祭礼とかどうでもいいけど、長宗ってやっぱ、単なるお別格会じゃないよね。祖宗の方の遵守は、どの王朝でも言われることだが、この場合にはそれを根拠にして、火星帝の散財にストップをかけようとしているんじゃないか？大礼儀の功績により、長宗はすでに内閣司法となり、朝廷の権力を握っていた。彼の反対で火星帝は再興せざるを得なくなってしまった。落胆する火星帝に対し、沈黙していた加減が突然に支持を表明した。はぁ、あ、また来たな。忖度官僚ムーブが。加減はこう指摘した。天地分祭は決して完全に祖宗の法に反しているわけではない。大祖即位の初め、国家は南高祭典、北高祭地を分祀したものです。今これを服するというなら、現に言ってもそれは不敵ではありません。この発言を得て、火星帝は自らの道教信仰をさらに推し進めた。その寵愛を得たことで加減は急速に出世し、内閣に賛成することになる。決定的な発言だったわけだな、加減の言だけに。サブ。長宗は自らの地位が危うくなったと感じ、すぐさま党派を組織して加減への攻撃を開始した。大礼儀バトルが終わったばかりなのに、今度は皇帝がバックについた加減 vs 長宗の争いが始まってしまうのよ。不毛じゃのう。同じことの繰り返しじゃないの。火星帝の時代はずっとこんなことが続きます。大臣にはあえて派閥を作って争わせて、彼らを駒としながら、皇帝は自分の思い通りにことを進めていくんですよ。うわぁ、賢いけど陰湿だわ。論争はともかく、闘争は本来避けるべきこととされるんだが、皇帝自らがそれを促すとは悪辣だな。明朝の場合の争いは、しばしば流血沙汰にまで発展するというのに。そもそも加減には、独自の強みがあった。加減は聖史を書くのが上手くて、熱心な道教信者である皇帝を喜ばせた。道教の儀礼である宰相の際に上奏する文章聖史という、いわば祈祷文だな。そんなものを書くのは本来、大臣の仕事ではない。でもこれには形式が整い、文面が華やかであることが求められたんです。優れた聖史は天地を驚かせ、鬼神を泣かせ、太上老君の心も動かすことができると言われる。逆に言えば一言でも間違えると、天を怒らせる大事件になるので失敗できない。一晩中苦労して磨き直し、目を血走らせることになった大臣もいたそうよ。オカルトマニア皇帝に媚びるために、大臣たちまでそんな無意味な労働を。時間外ブラック労働をさせられてたのは、救助だけじゃなかったんだ。くだらん書類に形式的な文章。本業だって忙しいのに、そんなクソ仕事ばかり求められて。何やら現代の大学教員にとっても人ごとでない苦境じゃのう。そんな仕事ばかりうまい奴が出世するというのも救われん。まあそのことが後で加減の墓穴を掘る結果になってしまうんですけどね。結果として長宗は闘争に敗北した。長宗は病気を理由として故郷へ帰り、このバトルは引き分けのまま終わった。そんな裏事情があったの。火星15年、皇太子大栄が誕生した。彼は皇長子主祭祀が創生してから3年後に生まれた待望の王子だった。火星帝は王子の誕生にも、加減の書いた聖史が効力を発揮したと考えた。加減は大学士、内閣司法の補佐となった。大礼儀や救助の反乱の後、火星帝は完全に祭園に移り住んだ。そこで道教の修行と朝廷の仕事を行っていた。多くの長身の職場も資金上から菜園に変わり、さっきの内閣のほか、陸部の高級官僚や高級武将、そして宦官たちも菜園地区に移った。同志や奉仕、そして中書も火星帝の修道を補助する人員となっていた。
なんかもう完全に、凶暴に住んでた性特定と変わらないじゃん。オカルトマニアとミリタリーマニア、それぞれ方向性は違うが、自らの趣味のための空間を贅を尽くして建造させるとか、本質は同じだったんだろうな。火星帝は、権請求を嫌っていた。大礼儀バトル、救助の反乱。行事が重なって彼自身良い思い出がなく、東京的にも縁起のいい場所ではないとされたみたいね。火星帝が初めて菜園に移った時、5人の長身を伴った。それぞれ内閣司法の理事、下元、軍旗の閣君、司機中、そして礼部尚書の元帥で、彼らは御神と呼ばれた。火星帝は重大な事件が起こるたびに、まずこれらの5人と協議し、その後に決定を下した。本来の朝廷とは別に政策決定の場を作り、自分に従う一部の臣下だけで政治を取り行う。皇帝の中でも特に先制的なものがしばしば用いるやり口だな。当の幻想皇帝も温泉地でそんなことやってましたね。でも、あっちの方が陰湿さがなかっただけマシって感じ。元帥と加減は共に皇帝出身で、当初は仲も良かった。加減が内閣に入った時、自分の後任の礼部尚書として元帥を推薦し、彼を門下の客として扱った。火星18年、加減は理事の後釜として内閣司法となった。でもさ、なんか最初は加減のこと、やり手のカンカンだなと思って見てたけど、皇帝にこびる、関心じいちゃんになってない？確かに加減は皇帝の寵愛を得て、傲慢になっていったところがあるわね。長らく司法を務めた加減の家は裕福だった。豪華な庭園を建設し、多くの主や愛人に歌姫まで養い、王侯のように服装、馬車、食事を厳選した。もともと朝廷では毎日各臣に試食を用意していたが、加減はそれらを口にせず自分で美酒と珍味を持ち込み、すべて金の器で盛り付けたという。なんか加減には清廉なイメージ持っちゃってたけど、金の器って、贅沢で柳じじいなのでは。そもそも自分だけ豪華な弁当を持ち込むっていうのが、周囲にして見合い消すかない話だろう。どうせなら同僚の分まで差し入れし、昼間からの大宴会を主催すれば好感度抜群に。仕事にならないじゃないですか。それでも加減が国のために尽くした管理だったのは間違いないのよ。加減は競争の侵入者によって賄賂の罪で告発されたことがあったが、調査によって清廉であることが証明されている。競争は晩年にこのことを回想し、加減のことは嫌いだが、この一点は心から尊敬する、と言ったそうよ。マジで？蓄財はしてても汚職はしていないのかー。合法的なビジネスでもやってて、それらを消費することにはためらいがないっていうタイプかのー。貝原雄山みたいなのを想像してしまうな。彼が長宗の行政改革を引き継いだことにより、火星中高で盛り返した清廉な風潮もまだ崩れてはいなかった。お？ところがモンゴルでは強大な勢力が台頭した。これがダヤンハーンの孫、アルタンハーンね。北方の国境では侵入が増えて戦火が激しくなっていった。この時代の重要ワード、北与南和のうちの北与の方だな。そっちの方が祭祀なんかより、ずっと重要な問題じゃん。これを解決するために、内閣司法となった加減は全力を尽くした。加減はまたしても大物の鈍感を狙い撃ちし、仕留めたのよ。他にも超兄弟みたいなのがいるんだ？それは軍事方面の大物、翼国公、郭君だった。彼の祖先は、大明の開国公臣の郭英だった。彼はまず、小説を書いて皇帝に読んでもらった。は？彼は自分の先祖である郭英が、金融業を射殺した功績を記録した英烈伝を編纂し、祖先の名声を挙げた。その記録は火星帝にも影響を与え、はるか過去の人である郭英が新たに修験賞の大病に並べられる栄誉を勝ち取った。郭君自身も翼国公に昇進し、大使に加えられた。軍事を預かる大物が小説書いて出世なんて。いやいや、こうして武勲を書き残すこと自体は批判されるような振る舞いじゃないし。お前たちの思う小説とは異なる。以前に東大の名称、王式について解説しただろう？彼の自責がどうしてあんなに詳しく残っていたかといえば、
彼の部下であった提言が平円録という書物を記していたおかげだ。その執筆には当然提言自身の功名心も働いていたんだろう。まあ英烈伝の場合、三国志演義や水滸伝にも通じていた郭君自身の趣味のせいか、方針演義みたいな同業要素まで混ぜてしまっていたというが、ますます特定成績向けの二次創作じゃないですか。大礼儀の際には、郭君も皇帝の意向を忖度し、長宗と共に寵愛を受けた。その結果郭君は軍事のトップに上り詰めた。権力を重ねきて、都には1000以上の店舗を構えたので、一般官僚には嫌われ、玄関も断崖したが、聞き入れられなかった。やがて皇帝も郭君の振る舞いを問題視し、軍役の生産を命じたが、のらりくらりと交わされていた。皇帝さえ郭君の傲慢に腹を立てているのを見て、玄関も激しい断崖を繰り返し、ついに郭君を小国に送った。しかしその後、華西帝は彼を釈放するように命じた。え、なんでよ。腹立ってたんじゃないの？わかんないけど、意外と、小説の続きが読みたかった、とかいう理由かもしれないわよ。しかし加減がこの直令をねじ曲げた結果、郭君はあっけなく、獄死してしまった。すべては加減の手回しだったのだと、民史では語っている。この郭君は間違いなく悪党だが、加減のやることもかなり黒いな。そうですね。目的は清廉であっても、手段を選ばないんですよ、この人。だから加西帝も加減に対して猜疑心を覚えるようになる。軍事方面の願を除去した加減は、御編十四策という軍事改革案を提出した。それは、大民の国防問題を正確にまとめた草訴で、兵士の訓練から管理まで多方面にわたっていた。加西帝もこの提案に驚き、加減はその実現に向けて準備を進めていた。仕事らしい仕事もちゃんとしてるんだ。やっぱ加減って、一筋縄じゃいかない人だね。ところが突如として加減は官職を剥奪された。彼を残言したのは、元数だった。え？どういうこと？元数は同業の仲間だったよな。しかも加減が元数を内閣に引き上げたと言ってなかったか？その通りです。その通りなんだけど、心の内では元数は加減のことが大嫌いだった。おーおー、じゃあ、仲間に背後から撃たれたんだ？でも、なんで？なんで元数は、私、実はあなたのこと、大嫌いだったのよー。ってなったの？昔の少女漫画みたいに言うな。いや、現代のラブ刺激も同じか？なんでってまあ、いろんな不満の積み重ねかしらね。元数と加減は同僚として、2年間、毎日向かい合って食堂でランチしていた。なんだその現代の仲良し OL さんみたいな図は。元数は朝廷が提供する食事を食べ、非常に質素だったのに対し、加減は家から持ってきた豪華ランチを一人で食べ、一口も分けてくれなかった。また、元数が霊部少書になった後、何度も加減を招いて宴会を開こうとしたが、加減は断り続けた。ああ、付き合い悪いタイプか。アルハラゴハットな世の中だが、仲良くはなれんなあれは。さらに、ようやく加減が参加に同意したと思ったら、約束の時間になるとドタキャンした。元数が集めた珍奇な美食が、すべて無駄になってしまった。ああ、現代の学生にもちょくちょくあるな、行けたら行くってやつだ。腹立つよなあれは。あるいはまた、やっと来たかと思ったら、わずかな酒で唇を濡らしただけでさっさと帰ってしまった。ああ、俺はバツバツしか飲まん、とかいう通なグルメぶったタイプか。スーパードライは飲まんとか言いよって、いけすかんよなあれは。あれも腹立つこれもいけすかんって。元数の恨みつらみ全部に共感しちゃってるじゃないですか、大抵。これらのことを非常に恨んでいた元数は、後にこう語った。私の一生で、加減に恥をかかされた回数は数えきれないほど多いが、その中でも最も耐え難いのがこれら二つだ。なんか、意外に小さなことを起こってるんだね。もう、ランチとか飲み会とか、誘わなきゃいいのに。そうか？同じ釜の飯を食うって人間社会では重要なことだぞ。酒が好きか嫌いかはさておいて、お前らも飲み会での経験値は社会に出るまでに上げとけよ。いやはぐれメタル並みに飲み会経験値を上げてくれるモンスターが目の前にいるんで。
そもそも同居趣味に関しても、加減と火星帝のすれ違いはあったみたい。火星帝は同居信仰を進化にも迫り、ある時には高揚感を大臣たちに与えた。加減がそれを被らなかったのに対して、元数は必ず被って出向いたので、火星帝の加減への感情は損なわれ、元数へのそれは高まっていった。いじましいなぁ。加減はちょっともう、火星帝のオカルト趣味についてけないと思ったんじゃね？対して元数の方は皇帝の強心に全力でしがみついていったんだな。社長がカルト宗教にハマった企業の社員たちみたいになっとる。お追証も大変じゃろうて。元数は加減が官僚として傲慢であること。火星帝の送った霊感さえも加減が勝手に投げ捨てた、と訴えた。こうして加減は失脚し、元数が権力を握ることになった。だけど、これまでの内閣司法だった長宗や加減は、激しい政治闘争の中にあっても理想自体は高かった。さらにはその前の楊貞和も聖徳庁の生産を果たした立派な士大夫だった。彼らが火星中高とも呼ばれる豊かで清廉な世の中をもたらしたのは事実だった。ところが、元数にはそういうのがないのよね。加減たちは善人でなかったとしても、税務を処理し問題を解決できる能力ではあった。対して元数は皇帝におもねるばかりの無能ってことだな。ついに関心が現れたか。そうですね。中国十大関心、明朝代表元数です。何それ、今回暗黒宦官は現れないと思っていたのに。代わりに普通の官僚から関心が。これまで見てきたからわかるだろ。官僚だろうが宦官だろうがいいやつはいい、悪いやつは悪い。暗黒宦官と違うのはついているついてないの違いだけだ。まあ、他にも過去に受かってるかどうかとか、そういう違いもあるんですけどね。元数は皇帝に取り入るために全力を尽くし、そのためにはどれだけの労力、財力、物力を費やしても惜しまなかった。火星帝の同郷崇拝のために西宮妃殿が数多く建てられ、工房は2、30箇所、駅舎は数万人に上った。経費が不足すれば臣民に寄付を求め、寄付が足りない時はまた求めた。民を労使財を費やすこと、武装を超えるとも言われた。うわぁ、ついに聖徳帝を超える暗君になったのか。当時の明王朝の年間収入はわずか200万両だったのに、同郷の施設の建設費用だけで2、300万両に達した。そんな状況下で、元数は政治に巧みなことで寵愛を受けた。加減としてはお株を奪われる形になってしまったのか。元数は司法を務めて以来、常に世相の傍らで政治を書いた。そのためだけに力を注ぎ、時には食事や睡眠も取れなかった。周囲からは生死最小、と揶揄された。関心だけどここまで来ちゃうと、なんかかわいそうになりますね。そうだな。関心でもブラック労働は変わらんとは。短い昼飯もしょぼいまま、コーヒーでサンドイッチ流し込むアメリカ人みたいに食ってたのかのう。うわぁ、嫌いだった加減とのランチを今さら懐かしく思い出してそう。元数を取り立てた結果は、火星帝さえも全く予想していなかったものだった。いやそこは支配者として考えとけよ。大体想像つくだろ？え？どうなったの？長宗から加減までの十数年間で苦心して築き上げた機能的な政府が、すっかり元に戻ってしまった。朝政は腐敗が蔓延し、内外の問題が絶えず、火星帝も困り果てた。火星帝は日々加減の名を何度も書き続けた。加減が去って初めて、彼という存在のありがたさが分かったのよ。恋する厨房かよ。元はといえばカルトにはまったあんたが悪いんでしょうが。火星24年、3年ぶりに加減は朝廷に復帰した。当時の士大夫は元数の貪欲と残忍さを恨んでおり、加減を歓迎した。それに応えて加減が大掃除を始めると、たちまちその権威は元数を凌駕した。元数の意見は求められず、彼の推薦、任命した人々は次々に罷免、追放された。腐敗官僚の大敗した風潮は一掃された。まあ、やっぱりやり方は強硬だったから、またまた周囲から恨まれ恐れられもしたんだけど。加減にしてみやすでに一度やってみせたことだからな。例えばこの時には、陸兵も追及の対象となった。
収賄と不法行為で、加減の門生に告発されているわね。あらら。陸兵はこれを聞いて形状を背負い、自分で加減の邸宅に赴いた。血にひざまずいて泣き叫び、許しを請うた。態度を軟化させた加減によって陸兵は許されたが、以来、陸兵は加減を憎むようになった。かつて加減を陥れた元帥も、同じく彼の邸宅に駆け込んで泣き叫ぶことで、ようやく許しを得ることができた。それ以降、元帥は加減との直接対立を避けたが、内心ではなおも彼を深く恨んでいた。ええ？加減はそれくらいで許しちゃうの？寛大なんだか厳しいんだかさっぱりわかんねえ。どうも加減はそこら辺さっぱりしていて、以前自分を陥れた性的に仕返しするという考えはないみたいなのよ。そんな宮廷の争いよりも、加減が何より危惧していたのは北方情勢だった。アルタンハーンの脅威が民に迫っていたのよ。そうだった。そっちの方が重要じゃん。ではまた次回。